はい、おたえオーディオ、陽介管理人です。今日はおたえオーディオの視聴室にで撮ってるという感じでございます。今日は、オーディオの視聴室で撮ってると結構そのまあハイエンドっぽいオーディオとかまあリスニングオーディオの話題なんですけど、今日はねみんなおたれ子の人にもおすすめしたいし、オーディオの人にも当然おすすめしたいという製品が出てまいりました。結論から申し上げますけど、これなかなか結論から申し上げないですけど、もうこれ買いです。もうめちゃくちゃいいと思う、予想よりもうなんか全然なんか10倍ぐらい良かったです、はい、そんな期待値が低いわけじゃないですけど、ね、もうそれぐらい良かったっていうことです。で、今日はそれでゲストをお迎えしています。ヤマハミュージックジャパンの稲垣さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。稲垣さんとは同郷でですね、そうですね、まあ、名古屋の、はい、いうことなんで、まあ、名古屋話で盛り上がったりとかするんですけど、はい、散々イベントをいろいろしてきたって、もうなん結構やってますね。そうですね、もう多分10回ぐらいは10回ぐらいはやってますよね、はい、ですよね。あのいろいろオーディオ関連のですね、あの視聴会っていう、まあ、例えばロック専用の視聴会やったりだとか、あの、まあ、結構いろんな角度からあの視聴会やったりだとか、まあ、なんか面白くいろいろ、はい、遊ばしてもらってるというあのところですけどね、はい、まあ、いうことでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で、そういうことで、まあ、ここにもう置いてありますので、はい、もう皆さんもあのお分かりかと思うんですけど、これは、まあ、レコードプレイヤーと。そうですね、ターンテーブルになるんですけども、ほう、もともと、まあ、陽介さんと一緒にね、はい、そのオーディオ初心者講座なるものを始めながら、うん、音楽好きの人のためにこうちょっとオーディオやんないのっていうことを結構いろいろやってきたんですけども、うん、そうですね、これはまさにこうちょっと欲張りというか、うん、まあ、そういったこれから何かやってみようかなっていう人のためのターンテーブルって言っても過言じゃないかなっていうふうに思ってます、うん、そのまあでもこれ普通にまあ普通のターンテーブルなんじゃないですか、はい、そうです、もう、これ実はネットワーク機能がついてるターンテーブルです。おーということでございます、はい、もうそこがそういう、まあ、ターンテーブルでネットワーク機能がついたものっていうのって、うん、なんかありましたっけ他の。いや、あまりこう例えば Bluetooth で飛ばすとか、それはあります、はい、あると思うんですけど、ありますネットワークにつなげようっていう感覚は実はあまりないんじゃないかなっていう。ですよね、はい、うん、まあまあいろいろあるんで、ええ、世界初とかそういう言葉はあの使うことはちょっと避けますけど、はい、あのでもないっすよね、うん、そうですね、で、はい、まあオーディオ詳しい方はねちょっとご承知のように、うん、ヤマハとして今ちょっともともとこうずっとアナログプレーヤーってやってまして、はい、今年あのこの間ちょっとドイツのショーでも発表になりましたけど、ほう、去年あのインターナショナルオーディオショーでも GT シリーズで結構ごつい、出ました、いわゆるハイファイシリーズのアナログプレイヤーっていうのももうここ3年ぐらい企画をしていまして、うん、まあ、当然そこはもういわゆるハイファイオーディオが好きな方向けの商品、もうすごい大きくて、はいはい、まあ要はそういうドーンみたいな感じで、高音質で、はいはい、っていうものだったんですけど、はい、まあ、当然その中でこうターンテーブルせっかくやるんだったら、うん、たくさんの人にも広げていきたいねっていうことで考えていってたんですね、2年ぐらい前に、まあ、言ったら普通の人からしたら、はい、まあ、GT とか、まあ、ちょっとやっぱ高いんですよ、ですよね、はい、でさらにじゃあそれだけで済まないじゃないですか、それ買ったら当然他のものもいっぱい買わなきゃ間違いないですね、音が出せないっていうんですけど、間違いないです、まあ、はい、でも最近こういろんなアーティストさんがアナログでソフトを出されたりとか、とんでもないですね、はい、どんどんインフォメーション来ますから、ね、そうすると例えば結構年齢層の低い方でも、うん、アナログって何なのっていうふうに思ってちょっと聞いてみたいよねとか、あとこうジャケットが大きくなって可愛いから
ということで、まあ、最近こうパワードスピーカー付きの小さなね、レコードプレーヤーもよく売れてるっていう話を聞いて、いや売れまくってます、ね、正直っていうふうになってるんですけど、はい、我々としては単純にそういったレコードプレーヤーを作るっていうことで始めたんですけども、だから最初当然ネットワークって全然考えてなかったそうです。まあそうですね、はい、いきなりは、でヤマハで実は2年ぐらい前からミュージックキャストっていう、まあ、ヤマハ独自 の, そのネットワークで、まあ、いろんなお部屋で音楽を楽しもうということを実はやってまして、まあ、それはいわゆる例えばこれアナログプレイヤーとか例えばネットワークプレイヤーっていう世の中にあると思うんですけど、はい、そういったものってこうそれを再生するだけしかできないんですけど、はい、まあ、そのミュージックキャストっていうものに関して言うとそこからそのまあソースがいろんなところに送信できるっていうことをやってたんですね。なるほど。まあ、今も現状やってるんですけども、うん、今回だから一番考えネットワークをつなげたっていうことは、うん、要はどんな形でもいいから、はい、ミュージックキャストに対応しているものに音を、うん、アナログの音を送信すれば結構簡単にどなたでもアナログも楽しめるかなと、うん、なるほど。でさらにネットワーク使えるっていうことは、うん、これ一台でハイレゾも再生できるし、お、あとはいわゆるストリーミングでまあもう再生できますよね、はい、うん、あとはエアプレイもできますし当然これに Bluetooth を飛ばすことができますので Bluetooth もいけるんですか、はい、携帯の端末から全然アナログプレイヤーの形してるんですけど、これ大丈夫ですかこれやれるすごいっすね、はい、ということになります。ということです、はい、あとですね稲垣さん、はい、ネットワークという言葉がネットワークオーディオっていう言葉が結構普及してそうで、してないですね、そんなに全然普及してないような気がするんですよ、はい、陽介管理人調べとして、はい、でネットワークのその概念を説明しておきます と,、いわゆるそのルーターがありますね、ご家庭に多分ルーターっていうのは誰でも知ってる言葉なんですよね、はい、ルーターっていうのがあって、でまあ、そこで、まあ、その NTT の, その回線につなぐとそこからこうインターネットができると、それは分かりますよね。でそこでネットワークオーディオって何をやるのかっていうと、まあ音 の, そのサーバーみたいなハードディスクみたいなやつがあるんですよ。NAS っていうんですけど、それ NAS と、ルーターをつないで、で、そうするとネットワークに、曲がいっぱい 入った、まあ、レコード箱みたいなものがこう、はい、ひっつくみたいな、オンするっていう感じになるわけです。でそれを呼び出して再生するのがネットワークプレイヤーだから、すなわちそれも、ルーターにつなげばそこから音が出せると、はい、ということはですよ、このこいつをネットワーク上につないで、まあ、その NAS と呼ばれるハードディスクみたいなやつ、まあ、安いのは1万円ぐらいからありますよね、はい、1万ちょいぐらいからをやれば、まあ、そのルーターにつないでおけば、例えばそれ NAS のやつが1万曲だったり2万曲あったら、はい、もうこれで鳴らせる、はい、再生できるってことです。で今陽介さんがおっしゃったように、はい、これがルーターにつながってるっていうことは、うん、先ほど言ったように、まあ、いろんなインターネットにつながるってことなの で, そうです、ね、ネットワークラジオだったりとか、例えば Spotify だとか、はい、あと弊社だと Deezer っていうのを聞けたりとか、はい、そうですね、あとラジオで言えばラジコ、ラジコとかもこれで再生することができる、はい、っていうのがこれの味噌というか、何でもできるなっていうところですね。これ本当にぶっ飛びすぎてて、もうちょっと私もですね、何が起こってるのかさっぱりわからない、はい、で皆さんもはっきり言ってもう、まあ、分かりづらいですよね、そらこと的な感じすぎるんで、はい、ということで今日は動画を撮ろうということになった、ね、ということでよろしいですね、はい、よろしいです、はい、はい。